2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催地が東京に決まって間もなく1年です。今日は計画の進捗状況と課題についてお伝えしてまいります。取材をした風戸記者です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、現在課題はですね、主に2つありまして、はい、その1つが競技会場の問題なんですね。で、今東京都とオリンピックの組織委員会は何をしているかといいますと、来年2月に IOC に提出する開催基本計画を作成中でして、競技会場の見直し作業を進めています。ただ見直しには関係者から賛否両論の声が上がっていまして、波紋が広がっています。競技を重ねた結果、会場計画全体についても見直すべきとの結論に至りました。6月の都議会でこう宣言した舛添知事。あれから3ヶ月、22の新設競技場のうち都が変更する方針を示しているのがカヌー・スラローム、バドミントン、バスケットボール、セーリングです。また見直しが示唆されているのが水球とトライアスロンです。一方、都は競泳、ボート、バレーボールの3つの競技場については近隣県を含め活用可能な既存施設が存在しないとして、これまで通りの予定地で建設する方針です。私たちは大歓迎したいし、野鳥保護の観点から葛西臨海公園でのカヌー競技実施に反対を唱えていた日本野鳥の会は、見直しに喜びの声を上げた一方、動揺が広がっている競技も。お台場について言うと、大腸菌大丈夫ですか、と基準を超えてませんかという問題があるとともに、空域の制限ということに引っかかりませんかということを申し上げたんで、急遽浮上したトライアスロン競技会場の見直し、地元では混乱が広がっています。知事は舞台となっているお台場海浜公園の課題として、羽田空港の航空管制圏内で撮影用のヘリコプターを飛ばすことが難しい点と、大雨が降った後の水質悪化の2つを主に挙げています。一方、港区と区内の競技団体であるトライアスロン連合など地元の関係者は、無人ヘリコプターでの低空撮影が可能なこと、日本選手権を14年間実施し一度も健康被害がないと反論。計画通り台場地区で開催することを求める要望書を舛添知事と森会長宛に提出しました。その一人、港区体育協会の野村会長です。一つ驚いた。で、理由は以前から検討されていたことですから、それが理由で見直し、本当なのっていう驚き。港区で行われる予定のオリンピック・パラリンピック競技は、トライアスロンと10キロの水泳マラソン、そして自転車ロードです。野村さんは目玉の一つであるトライアスロンがなくなることに危機感を持っています。港区のオリンピックというのがなくなってしまう。で、オリンピックとの関わり方がどこにあるんだろうっていうふうに非常に危機感を持った。地元ではすでにオリンピックに向けた動きが広がっています。若手有志が集まり、トライアスロンの応援 T シャツを作ったほか、港区体育協会に所属する33競技団体の代表がメンバーとなり、ボランティア活動に向けた組織を立ち上げました。今までお台場が観光地なのか商業地なのか、何か方向性が定まってなかったんで、ここでもうはっきりとオリンピックを迎えるにあたって方向性を出そうということで、お台場地域活性化委員会というものを作りまして、ぜひこれは都知事に来ていただいてですね、どんな現場になっているかぜひ見ていただきたい。オリンピック開催にかける関係者それぞれの思い、トライアスロンをはじめ競技場をめぐり波紋が広がり続けています。関係者にとっても都民にとっても、こうした一連の動きは、戸惑いにもなれば分かりにくさにもなりますが、風戸さん、はい、これ競技会場全面見直しということなんですが、はい、反応は競技によってさまざま違うようですね。そうですね、こちらに選手村から半径8キロ圏内の現在の計画予定地を表してみました、はい、見直しの対象とされている競技はこのうちですね、この6つの
競技なんです。でそのうち東京都が変更を、変更をしているということなんですが、カヌー、そしてバドミントン、バスケットボール、そしてセーリングなんです。そしてですね、カヌースラロームは当初の予定は葛西臨海公園だったんですけれども、はい、これがどこに変わったかといいますと、こちら隣にですね、下水道局の用地がありまして、はい、その用地に移るという今検討を進めているんです。これは自然保護の観点からなんですね、はい、そしてバドミントン、バスケットボール、そしてセーリングなんですけど、この 3つの競技についてはですね、代替地が見つかっていない状況です、はい。一方、知事の発言などを含めて見直しが示唆されているのが水球、そしてトライアスロンなんですね、で VTR にもあったトライアスロンなんですが、こちらはどこに行くかといいますと、横浜での世界選手権の実績もあるということで、横浜ということが一部報道であったんですけれども、はい、ただこのそもそもこのトライアスロンの見直しについてはですね、やや知事の言葉が先行したかなっていう印象があります。はい、と言いますのも、日本トライアスロン連合の関係者によりますと、確かに水質や航空管制の課題はあるんですが、現在は課題を検証中で、まだ見直しの段階にすら至っていない。国際トライアスロン連合からは心配する声などは来ていないと話していますね。はい、そして水球なんですが、水球はこちら近くにあります辰巳国際水泳場など既存の施設に変更することを組織委員会が話していました。はい、具体的にそのように検討しているということなんですね。なるほど、さまざまな議論があるようですけれども、これ競技場はいつごろ確定するんでしょうか。そうですね、今いろんな議論が行われているんですが、競技については11月までには決めなければならないと組織委員会の森会長も話していました。はい、分かりました。さあ、そしてオリンピックに向けては競技会場だけではありませんで、交通体系にも課題があるとして、先週舛添知事が都心と臨海部を結ぶ新たな交通システムの計画をこれ発表したんですね。そうですね、それがこちらBRT なんです。ちょっと聞き慣れない言葉ですよ ね、はい、なんですが、 BRT というのはバスラピッドトランジットの略で、日本語では、バス高速輸送システムと表現されています。はい、路線バス以上、地下鉄未満とも言われるこの新しい交通システム BRT について取材してみました。いろんな鉄道の延伸問題なんかありますけど、鉄道を作るっていうのはめちゃくちゃ大変ですよね。早急な対応が必要だということで、この BRT ということに注目すると。先月29日、知事会見で発表されたバス高速輸送システム BRT。専用ルートの設置などで、路線バスよりも時間に正確で、地下鉄ほどではありませんが、一度に多くの乗客を運ぶことができるのが特徴です。 BRT の走行ルートはここ虎ノ門ヒルズからのスタートを予定していまして、将来この辺りにはバス停ができるということなんです。ルートは港区虎ノ門や東京駅、銀座の松坂屋前などから建設中の環状2号線を経由し、お台場までを結ぶおよそ10キロです。では、路線バスとは何が違うのでしょうか。一つは、一度に多くの人を運ぶことができる点です。今、連接バスが到着しました。今、続々と降りてきました。町田市では、町田駅で1日およそ2000台のバスが出入りすることから、渋滞緩和のため BRT の導入を検討してきました。その第一弾として実施されたのが、2つのバスをつなげた連接バスです。全長18メートル、定員は大型バスのおよそ2倍にあたる129人です。もういつでも座れますね。非常に快適ですね、そういう意味ではね、はい、運営を始めて2年、市の担当者は大型輸送によりバスの本数を 23% 減らすことができたと手応えを示しました。まずは大型輸送のもので、渋滞緩和という目的がまず第一歩できましたので、今後この BRT についてですね、さらなる推進をしていきたい。東京都はこうした連接バスなどを BRT の車両として導入したい考えです。
そして BRT の特徴の2つ目は速さ。都は走行区間の一部をバスの専用レーンにするほか、バスが近づくと信号機が変わるシステムの導入を検討中です。しかし都内では道路の幅が狭いなどの理由で専用レーンを作ることが難しいといった課題も指摘されています。オリンピックに向けた交通手段として浮上した BRT、 都は5年後の2019年に運行を始める方針です。